始めます。お願いします。はい、皆様、こんにちは。本日はマディ UV にお越しいただきありがとうございます。私たちから最初のセッションでは、リリースから5年経ったウェブシステムの経年劣化について、どのように向き合って、どのように改善していったのか、ということについて、お話しさせていただければと思います。私は原和成と申しまして、アメーバのテックリードをしています。まずは私からアメーバニュースというサービスのシステム概要について説明させていただきます。アメーバニュースはちょっと新しい日常をコンセプトにエンターテインメントに関する記事を中心としたニュースサイトです。ちょうど去年、2021年にアメーバブログ、ブロガーさんのコンテンツをより魅力的に伝える手段として、事業的にもアメーバニュースに注力することになりました。アメーバニュースのウェブシステムは、サービス開発当初は Java で作られ、フロントエンドはテンプレートや CSS の調整が主な業務でした。デバイスとモバイルはそれぞれ別のウェブアプリケーションとして動作していました。2017年に一度システム刷新が行われ、デスクトップはリアクト、モバイルはアンプをベースとしたシステムに変更されました。それぞれのシステムを少し詳しく見ていきたいと思います。デスクトップのシステムは MPA と SPA が合わさった、いわばアイソモフィック、ユニバーサル的なウェブアプリケーションです。大部分のアーキテクチャはちょうど1年前くらいに刷新されたアメーバブログを利用していて、リアクトやリアクトルーター、リダックスなどが代表的な利用ライブラリです。この仕組みは Next.js などでも使われていて、今は当たり前ですが、初期表示、ページ遷移でも素早く表示できるため、多くのメリットがあります。一方で、アメーバニュースはクライアントでの処理が少なく、ページの初期表示を十分早くすれば問題ないと考えられるため、やや過剰なシステムとも言えます。また、当時はフレームワークも十分ではなく、自作で実装している部分も多いため、ライフサイクルのコールが多かったりとか、ライブラリの移行もしにくくなっていました。なので、サービスに必要な要件に合わせて管理しやすいシンプルな仕組みにしたいなと常々感じていました。それに対して、モバイルサイトは MPA をファストリーで配信し、クライアントの処理はアンプをフレームワークとして使っていました。特に当時はニュースサイトをアンプ対応すると特別枠に表示されるといったメリットがありました。このモバイルサイトの実績から、アメーバニュースは CDN で適切にキャッシュして配信すれば MPA でも適切に作れるかもしれないということが分かったため、このサイトはいつでもデスクトップサイトに適用する準備として、レスポンシブ化もしておりました。ただし、Google 検索のルールが変わったりとか、アンプのメリットも少なくなってきました。また、アンプのコンポーネント作成はベストプラクティスが詰まっていて面白いんですけれども、デスクトップとの構成が違いすぎて、実装コストもかかっていました。これらの課題を解決するために、アメーバでよく使っているリアクトベースのアプリケーションに合わせつつ、開発環境を整えることにしました。ここでは、今までのこの文脈とか、培った知見から、デスクトップのサイトに投稿することで、刷新を図りました。なので、大きく作り変えるのではなく、今までの資産を生かしつつ、徐々に変えていくということにチャレンジしました。それらに必要な対応をリストアップし、2021年にやりたいこととして一周にまとめました。アンプの提供を停止して、デスクトップのアプリケーションに集約します。モバイルデバイスに配信するために、デスクトップのアプリケーションをレスポンシブに対応します。これはデザイナーさんと協力し、対応が完了したエンドポイントごとにリリースしました。それらを問題なく完了するために、テスト環境の整備や RAM でのパフォーマンス集計、モニタリングをできるようにしました。また、今後の開発をよりスムーズに進めるために、既存モジュールアップデートの仕組みとか、タイプスクリプト対応などを行いました。実際、テックリードとしての私の仕事は、このリストを作ることでほぼ終わりでして、本日この後お話ししていただく、ケイヤさんと高見さんがより詳細を実現してくれました。それでは、どのように進めていったのか、お話をしていただこうと思います。よろしくお願いします。はい。私の方からは、React with SSR を MPA 化するってタイトルで、発表させていただきます。
GitHub などは KR01 っていうのでやっていたりします。はじめになんですが、変更前の、技術構成としては、React と Express を使用して、SSR を実現している、していました。Next.js などは一切使用していなくて、ルーティングなどは React ルートを使っていて、スターの管理は Redux を使っていました。API からフェッチしてきたデータなどはすべてここの Redux のストアにまとめているような構成になっていました。で、5年前でこのスタックはかなり攻めていたのかなっていうのと、ある種独自 Next.js っていうコメントもありました。どのように MPA 化していたかというところなんですが、まずはページ遷移を MPA 的に遷移できるようにすれば良いので、React ルーターのリンクコンポーネントっていうところを A タグに置き換えました。まずはできるだけ少ない変更で様子を見ました。サービスへの影響を確認するために、Fastly で AB テスティング環境を作って、SPA と MPA でサービスへの影響を確認しました。ここで SPA っていうのが、既存の変更前の構成になります。PV などに影響がないことを確認できたら、徐々に MPA の影響範囲を広げていきました。下の画像が PBS の指標になっていて、MPA の方が高いという結果が出ました。で、右側の画像が LCP、パフォーマンス指標の LCP になっていて、ここは SPA の方が少し早いんですが、大きな影響がないというところで MPA 化に踏み切りました。最適化についてなんですが、最適化では、MPA になったことで不要になったパッケージだったり、シンプルにできる部分があるので、リファクタリングしていきました。特に React ルーターと Redux 外しについて今回はお話しします。テストを通して、品質を担保するようにしていたり、監視などを通してエラーが起きたときにすぐに対応できるようにしました。また、そもそも、エラーの影響を最小限にできるように工夫をしました。進め方としてはこのように進めていて、まずはテスト周りの準備だったり、次に、サーバー側の、パッケージを外していったり、リファクタリング周りをして、次にクライアントという形で進めていきました。まずテストや監視周りなんですが、サーバーサイドレンダリング時に、HTML に、ハイドレーションのために埋め込まれるイニシャルステートの変更を、テストするために、スナップショットテストを、独自で、自前で作りました。これは意図せず SSR の内容が変わるのを防ぐために、このテストを導入しました。参考としたリンクがあるので、詳細はこちらを見てみてください。で、またファストリーの AB テスト環境を使って、Linux ありなしのケースだったり、React ルーターありなしのケースを AB テストして、影響範囲を、最初は小さめに設定して、徐々に変更を適用していきました。また、データドックとセントリーに、AB それぞれのテストケースのメトリックスを送って、エラーの数だったり、影響がないことを確認しつつ進めていきました。次に、サーバー側の React ルーターを Express ベースに置き換えるという部分なんですが、既存のものとは別に新しくレンダー HTML という共通関数を定義し、この関数でイニシャルプロップスを渡すと SSR されて、SSR しない場合は何も渡さないという形にしました。できるだけ振る舞いを変えないために、このレンダー HTML 内で React ルーターによって定義されていたプロップスなど、インターフェースをできるだけ壊さずに、プロップスを渡すようにしました。また、ルーティングのディレクトリ構成 Next.js に寄せて理解しやすい構成にしていたりします。これが実際のコードなんですが、ページズルーツ関数っていうところをエントリーポイントで呼び出して、新規のルーティングを構成しています。で、右側の画像の、4行目あたりで AB テストの判定をしていて、この AB テストが、false である場合は既存の、パスにルーティングして、そうじゃない場合は、新しい、パスを使うようにしています。で、次に、サーバー側の Redux 外しなんですが、Redux Connect っていうライブラリーを通して SSR していきました。で、サーバーのルーティングに合わせて先ほどのように新規ページを作って、
Redux Connect 内で定義されている Redux アクションと同じ Fetch 処理を、サーバー側で呼び出します。そして Fetch したデータを、コンポーネントの Props にできるだけインターフェースを変えずに渡すようにします。実際のコードはこのようになっていて、右側の画像の Before の部分の Async Connect でデコレーターがあるんですけど、ここの内部のアクション、フェッチホゲっていうアクションがあるんですが、ここの内部で呼ばれている API と接続部分のところを、アフターのところの12行目あたりのフェッチホゲって呼び出していて、で、この取得したデータを23行目のレンダー HTML に、イニシャルプロプスとして渡すと、サーバーサイドレンダリングされるという形になっています。クライアント側のリダックスアドシについては、use fetch のようなフェッチ用の共通フックスを作って、もともとクラスコンポーネントで書かれていたものをファンクションコンポーネントに置き換えながら、外していきました。AB テストのためにリダックスのコードを残しつつ新規のコードを追加していきました。ベースのある use fetch の内部はこのようになっていて、AB テストの、AB テストが、false である場合は、必ずアンデバインドを返して、そうじゃない場合は何らかの値を返すようにしています。はい、で、ここでは実際にどう置き換えていくか部分なんですが、before の部分で、コンポーネントデマウントの部分で、fetch ホゲっていうアクションが呼ばれているんですが、ここのアクション部分を after の方の、use effect 内で10行目あたりで呼び出しています。で、この、リダックスと共存させるために、3行目の use ホゲフェッチャーっていうところの内部で先ほどの use フェッチが呼ばれていて、ここで AB テストを判定して、で、AB テストが false である場合は、リザルトがアンディファイドになるので、5行目の use effect 内で、リザルトが存在する場合は、アクションでのフェッチをせずに進めて、リザルトが存在しない場合は、アクションを呼び出して、リダックスの処理をするという形に構成を作っています。次にリアクトルーター外しについてなんですが、もともとリアクトルーター V3 を使っていたので、最初に上げるのが辛かったり、そもそも、ライブラリを導入するとしても、サイズが大きかったりして、無駄に、学習コストが出てきたりするので、自前でシンプルな、独自ルーターを作りました。SSR 時とハイドレーション時にルーティングを走らせて、これを各ページごとに適用していきました。ユニバーサルルーターライクなルーターの定義は右のようになっていて、ユニバーサルルーツというオブジェクト配列を定義していて、ここの中はツリー構造のようになっていて、パスに位置するコンポーネントを定義して、すると、パスにマッチしたコンポーネントが下の14行目の find component from roots ところから取得できます。また、チルドレンの部分でネスト構造を作れたりもします。最後に、AB テストのコードを外すところなんですが、まあ、1ヶ月ほど、AB テストと様子を見た後に一気に外していきました。バンドルサイズが合計で 59.66KB 減りました。で、これは GZIP なので、まあ、かなり減ったかなというところです。まとめとしましては、リアクトルーター V3 のドキュメントがないのがとても辛くて、リアクトルーターのコミットを遡ってドキュメントを見たりっていうようなことをしていました。またリアクトの SSR 周りの挙動を再理解するいい機会でした。ルーター周りも深く知ることができてとても良かったです。次は高見さんからお願いします。はい。デベロッパーエクスペリエンスの改善に関して、このアメーバニュースの刷新プロジェクトに関して行ったことは、私、高見の方から、お話しさせていただきます。すいません。まず、お話しすることの、スコープと、前提について改めて整理させてください。アプリケーションの品質とフロントエンドの責務っていうものを改めて考えてみたときに、個人的には大きく分けて2つの軸があるかなと思っています。1つはユーザー体験で、
まあ、フロントエンドだとパフォーマンスやアクセシビリティ、UI、UX などが、こちら含まれるかなと思います。で、もう一方は開発体験で、プロダクティビティやコードの品質は、こちらに、どちらかというと含まれるかなと思っています。で、これらのベストプラクティスっていうのは普遍的なものではなくて、技術のトレンドであったり、特にウェブフロントエンドであれば、ブラウザ仕様などの影響を大きく受けて、まあ、何もしなければ、品質は、下がっていくものかなと思っています。で、今回お話しするのはこちらの開発体験に関する改善についてです。開発体験の文脈についてはスライドの、URL にある Google における DX の考え方などが、参考になったので共有します。では、アメーバニュースの場合は具体的にどのように開発体験が良くない状態だったかということですが、一言で言うと、メンテナンスコストが高い状態でした。具体的には、実装における心理的安全性が低い。まあ、つまり、実装のハードルが高いということであったり、設計や依存関係がレガシーな状態であったり、静的片付けがないというような状態がありました。また一方で、コードレビューの負荷が大きいという問題もありました。これは、テストコードがなかったり、CI でのチェックがなされていないあたりが原因としてはありました。また、ビルドとデプロイに時間がかかるというような問題もありました。それでは、実際に行ったそれぞれの課題に対する改善内容をお話しします。まず、実装における心理的安全性の部分です。まず、これに関しては、開発ガイドラインを作成しました。具体的には、UI コンポーネントやテスト、パフォーマンスなどの設計に関して、具体的な実装方針をリードミーのような形で整理しました。また、リンターの運用を改善しました。ハスキーやリントステージのような、コミット時のリントを走らせるようにしたり、CSS に対してもスタイルリントのようなリントを導入して、Git にプッシュされる前のコード品質というものをある程度担保できるような形にしました。あ、すいません。スライドの方がちょっと進んでいなかったんですが、今、お話しさせていただいたところが、こちらですね。開発ガイドラインの作成とリンターの運用を改善しましたというところです。と、加えて、Git サブモジュールというものの、依存がありました。これは、先ほどシステム的なところでお話もあったんですが、React と AMP の2つのリポジトリを開発していた背景もあって、まあ、パッケージ群の、開発だったりは別で切り出されていたんですが、この開発運用っていうのが結構ハイコンテクストだなっていうふうに感じていたので、これをアプリケーションのリポジトリに取り込んで、サブモジュールっていうものを廃止しました。また、タイプスクリプトの導入と置き換えも行いました。これについては続けて説明します。まず、タイプスクリプト化の、実装方針です。まずは、できるだけ厳密に片付けをするというところを、意識しました。詳細は、スライドの通りですが、具体的には TS マイグレートなどは使用せずに、まあ、コードレビューを前提とした置き換えで、優先度をつけて、実装を行いました。例えば、フェッチ周りなど、重要なロジック、共通化されてよく参照されるものなどに関しては優先して対応するようにして、また、新規の開発分に関しては必ずタイプスクリプトで実装をするようにルール化しました。具体的な実装のイメージで言うと、API のリクエストレスポンスの型定義は、OpenAPI を元に生成してまして、Fetch の、関するロジックは、画像の、イメージ、画像のあるコードのイメージで、取り回して、Fetch をするようにしています。これは、API の OpenAPI に関しては、OpenAPI TypeScript というライブラリを用いて型定義を生成しています。でこの関数によって利用側で引数としてエンドポイントのパスを足すのみでクエリの方であったり返り値レスポンスの方が推論されるような形にしました。タイプスクリプト化の結果ですが、もともと全体のコードベースというものはそこまで大きくなかったり、まあ、追加で実装した分も含むんですが、スクリプト全体の約65%くらい置き換えることができました。まあ、優先して対応していたロジック部分などは全て置き換えが完了しました。
次に2つ目の課題のコードレビューの負荷が大きいというところに対する改善です。これに関しては、まずテストが導入されていなかったので、その環境を整えました。これに関しては、先ほど発表があった K さんが行ってくれました。単体テストや UI テストの環境が導入されました。CI でのコードのチェックも行うようにしました。リントやテストであったり、パフォーマンスバジェット。これは、バンドルサイズの増減というものを、ライブラリのサイズリミットというもので、確認できるようにしました。また、コンポーネントの実装確認を簡単にするために、ストーリーブックも導入しました。これと組み合わせて、PR ごとに、プレリクエストごとに、プレビューできるシステムも導入しました。ストーリーブックのプレビューですが、プレリクエストごとにストーリーブックの成果物をデプロイする CI のワークフローを作成しました。これによって、プレビューの URL をコメントで、プレリクエストに通知されるようになりました。そしてローカルで、ビルドは必要とせず、ストーリーブックの実装を確認できるような形になりました。最後にビルドとデプロイに、時間がかかるという課題に関してです。改善としては、Webpack のバージョンの更新と CI の移行というものを行いました。CI の移行に関しては、CI 上のノードのバージョンを上げるということも行いました。それぞれ補足します。まず、Webpack のバージョンの更新ですが、ちょっと話が前後してしまうんですが、そもそも V3 という、まあ、少しレガシーなものを使用していて、V3 ではストーリーブックが動作しないなど、まあ、諸々の依存関係にも関連するボトルネックとなっていました。そのため、もともとバージョンアップのモチベーションがありました。そして、刷新当時でも、バージョン5は一般的なスタックではあったんですが、まず、段階的に V4、バージョン4への移行を目指しました。具体的な実装は公式のマイグレーションガイドに従って行うことで特に詰まることなどなく置き換えることができました。結果としては、詳細は、リンクの公式ドキュメントに移りますが、モードオプションというものが追加されて、これの指定によって、内部のプラグインが有効になることで、ビルドプロセスが最適化されて、例えば、本番ビルド、の場合では平均のビルド時間が10秒ほど改善しました。もう一つの CI の移行に関してです。もともとはジェンキンスをシステムとして利用していましたが、別の横軸関連の CI システム移行プロジェクトなどもあったりして、最終的には GitHub Actions へ置き換えました。この過程でノードのバージョンが上がったことや、インストール、アンインストールするモジュールをキャッシュするようにしたことなどによってビルドの実行速度が改善し、例えばアプリケーションのビルドであれば約1分半ほど短縮することができました。また、コードベースでワークフローの実装を管理できるようになったので、CI の変更に対するレビューだったり、変更履歴を追うみたいなことも、ような、メリットも得られました。最後にまとめです。刷新、今回の刷新を通して、レガシーなアプリケーションの開発体験を様々なアプローチで改善することができたかなと思います。また、結果としてサービスの安定リリースだったり、リードタイムの改善にも寄与することができたかなと思います。また、個人的に実装を通しては様々なエコシステムに対する理解も深めることができました。冒頭にも言いましたが、品質的なところでは、何もしなければやはり劣化していくので、計画的なメンテナンスというのは改めて必要だなと感じました。また一方で、刷新というのは、アプリケーションの要件だったり、プロダクトの性質に応じて、どこまでコミットするのかみたいなことは、都度判断しつつ対応することが大事なのではないかなというふうにも感じました。メイバーニュースの冊子に関しての発表は以上です。ありがとうございました。